足の指を使って特にアウトとかインサイドの時にいかに足の指を使ってうまくボールの勢いを吸収するのかっていうのをずっとこう続けてやってきてますけど、まあ、一番大事なあのボールを止めるとサッカーで言うとものすごく高度な技術なんですけど、ただボールを止めるのとボールをコントロールするのとはもう全然違うということを特に伝えたいなと。特にボールを止めるっていうのは、まあ、ボールの勢いを止めるストップする一時的な作業で、でもやっぱり相手にすぐボールを取られるとか次のプレーに移行がかかるとか、やっぱボールの位置でプレーが全然こう次のプレーの質が変わってしまうと。で逆にボールをコントロールするっていうのはコントロールイコールちょうどいいところに制御、まあ、ちょうどいいところにこう調節できるという意味もあるし、で管理するという意味もあるし、特にその意味合いの中で一番重要なのは支配すると。だからよくゲームコントロールとかも言いますし、逆にボールコントロールということはボールを完全に支配するとっていうことに関して、足の指最後のところの仕上げのところですごくやっぱり指の動作、それが重要になっている、まあ、そういうのはやっぱりこの配信で伝えていきたいなということです。パスが体のセンターに来た時とかすぐ横に相手を置くような時にこのアウトを使います。2番目 の、 あのインサイドで止める技術というのは、まあ少し足引いたりとか少し切ったりとか、まあ、ノーマルな形のトラップですよね。ちょっとパスが体より離れたところに来た時に少し足伸ばしてインサイドの指の方を使って止めるという、まあそれでできればボールそのまま体に近づけてボールをやっぱり一番いいところに置くという、まあ、そういう止め方ですね。2人であの向かい合って普通にパスするときに意外と多いのはあのボールが体の正面に来たときに意外とトラップ率が多いと。だからまあ正面に来たときは例えばこういう足使おうとか、片方の足だけで軸足を動かさないでインとかアウトとか指先使って3方向ぐらいのパスコース、ボールをまあうまく処理するというトレーニング。じゃあ最初センターに行ってアウト。でこれは多分左足軸足のボール行った時に例えばアウトに止めます。これはもう普通のインサイド。お腹使ったトラップで今度外か指使って。カメラ。いろんなボール蹴っていいよ。センター蹴ってもいいし、うん。そう。で、徐々にボールスピード上げて。で、この時大事なのは、あの軸足をもう動かさない。ほとんどもう固定してるようにぐらいにボールをちゃんと常にこの軸足の横に置くっていうのが大事なんで、じゃ今度蹴るまでは振り足を下ろさない、止めてそのまま振り足、これもだから例えばボールコントロール悪い人は多分で、これが普通なんです。で、これを気にしなかったら、ゲームの例えばレベル上がって、プレスとか人がどんどん多くなった時でも、こうなった瞬間にもうボール、ほとんど失いかけてる。だから、そうならないように軸足、常にもう同じとこ動かさない。で、例えばパスにすぐ変えられる。で、その時にできれば上達したら止めた足を地面に下ろさないでそのままパスに、地面に下ろさないでそのままパスした方がいい理由はどこにあるんですか？まあ、時間差ですよね。一番は例えばこれ全部ワンタッチでバルサのように行けばいいけど、場合によってはこれどんどん難しくなるんで、一回ボールを処理してコントロール感に置きたいと。
置くけども、またここで時間かかると、味方も自分もどんどんプレスの状態からというと、自由さがどんどん下がるんで、だからワンタッチと同じタイミングぐらいのイメージで、取りして、これだとほとんど2タッチという感覚よりも1に近い時間、ここはより実践的。まあ、これも後で軸足のバランス力、足裏につながる、やっぱ片足で立っている時間とフル動作で体重全体が動いてしまった時の傾斜をすぐ戻す、本当は能力につながるんで、早いうちからこういうトレーニングやっていくと、バランス力維持にもつながる。どうでした？いや、その、よくちょっと今日、その足の、体の真ん中に、正面に来た時のボールがトラップミスしやすいからっておっしゃってました。それは、体の正、気が利かないチームメイトは、自分の利き足の方じゃなくて、体の正面に来ちゃうっていうからなんですか？それとも、単純に、まあ、技術的なことの方が多いと思う。まあ、大体みんなこういうふうに優先したりとか、はい、まあ、出し手が気が利いてれば、相手の選手がどっち側に立ってて、どっちに出せば比較的パスコースかっていう、まあ、ある程度そういうイメージできるけど、意外と急なパス回しの時に体の中央にボール来ること、意外とそれがトラップミスが多いと、まあ、そういうのも少し足の使い方を3つ4つ覚えればだいぶ解消できるかなと思うんですね。そういう時に使えるようになれば、うん、ちゃんとトラップできるようになれば味方のことも助けられるし、自分が、うん、試合とかで生きる時も増えてくると思うね。やっぱりまずパスは通らないとダメなんで、右左限定的にコース分けてもらえれば一番嬉しいけど、とりあえず体の正面にボールが来るっていうのは大事なので、ただそれが止まるかどうかで、ね、全体のプレーのクオリティに直結するんだったら、それ止める方法をいくつかヒントでもいいから覚えてやれればいいかなと思いますね。